んだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部。クラウド？こっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。あ、聞こえるかね。北条どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも冒険させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎、何を勝手に。奴のことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。研究室行ってみる。手助けできないと気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな？了解。クラウド、大丈夫かな。様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え？平気だよ。
究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。報告しよう。クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。さっき制御盤使ったの。足場ないかな。
いや、悪い。そこ。あ、苦しい。あ、行かない。お任せあれ。よし。そこ。やっ。出て。どう？行くよ。やっ。なった。上から行こう。ここが出口？北条博士、嫌い。
になったかな。そこ行くよ。第四研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。
倒したか。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。